霊夢さん、今回は安彦さんのお話で嬉しいものをご紹介したいと思います。翔星さん、安彦さんはファーストガンダムに誰よりも強い思いを持っていると言われているよね。ファーストは富野監督、そして安彦さんのお二人がメインとなって作成されましたからね。そんな安彦さんについて。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速、安彦さんについてお話ししていきたいと思うのですが、今回はどんなこと？安彦さんに行われたインタビューにおいてですね、嬉しいお話が安彦さんから聞かれたのですよ。嬉しいこと？それは、安彦さんは最後にもう一本ガンダムを作ろうと思っていると発言されたのです。それは本当に嬉しいお話。内容はどんな感じになるのだろう？安彦さんはファーストガンダムを心から愛されていますが、そのファーストガンダムにまつわるお話になるとのことです。オリジンをさらに派生させたものなのかな？オリジンとは全く違うものになるのかもしれません。霊夢さん、オリジンといえば安彦さんがオリジンを描いた最初の動機があるのをご存知ですか？どんな動機？それはニュータイプにあります。ニュータイプがガンダムシリーズにおいて重要なものですが、ニュータイプが世界を変える、それが人類の革新となり得る、それが一人歩きをしていった、このことに安彦さんは先民思想であると危惧されるようになっていったのです。ファーストガンダム以降も特にニュータイプが主軸となる作品がいくつかあり、そのニュータイプが世界を変えていく、このように捉えられていき、それを現実世界と同じようにする一部のガンダムファンの方々が出て情報発信していく、そのことに安彦さんは危険性を感じたのです。このようなガンダムの誤解、それを直すためにオリジンを作ったそうです。オリジンってそんな深い経緯から作られるようになったんだね。そうなのです。それではここからはさらに深くオリジンについて見ていこうと思います。確か最初はアメリカ向けだったんだっけ？そうですね。安彦さんはとあるインタビューで、当時サンライズの社長であった吉井さんからガンダムのアメリカ市場向けの漫画作品を執筆するよう打診されたことから企画がスタートしたと述べておられたのですよ。安彦さんは残りの人生を漫画家として送るつもりだったがゆえに、彼自身の弁によれば、そもそもガンダムという物語は自分が関わったとは言っても富野さんの作品だという意識も強かったため、当初はこの企画に難色を示されていたようなのですよ。しかしながら病気で入院することとなり、手持ち無沙汰にガンダムの物語のネームを切り始めたところ、一気にガルマ、ザビ戦士の下りまで描き進められたことに驚きを感じながらも、富野監督からは自分も楽しみにしているから好きにアレンジしてほしいと言われたことで、ジオリジンの執筆を決めたということらしいのですよ。ガンダム発表後、安彦さんにとってはその存在が鬱陶しい尻尾と評するほどであり、ジオリジンにおけるリライト化はやっとガンダムのアビコが薄れていった後だったので、正直迷惑だった上に最初は誇示するほどであったということらしいのですね。作成するきっかけはシャアのことをほとんど理解していなかったことらしいのです。その原因はファーストガンダムの欠点でもあるシャアに対する誤解です。シャアの生い立ちがしっかり描かれていないことなのです。シャアはザビ系の復讐に全てをかけたかわいそうなキャラクターで、知力、身体能力が超人的に高いがゆえに世界を破滅にしかねないネガティブヒーローですが、それが一般に受け止められていると語っておられたのですね。しかしながら自身はネガティブキャラとして愛していると述べておられます。そしてテレビアニメ機動戦士ガンダムは永井さんのナレーションで始まりますが、それまで描かれていなかった一年戦争をめぐる疑問を逆算して構想し、答えを出したということなのですね。そのためファーストガンダムはグラウンドデザインがよくできていて、綺麗にピースがはまっていくので、
ジグソーパズルのような楽しさであったと語っておられるのですよ。オリジンは富野監督のファーストガンダムを元にして安彦さんが再編したガンダム物語なのですが、ファースト版では不自然であった部分がだいぶ改変されております。例えばジャブローが地盤の安定したギアナ工事に移されていたりとか、登場人物たちの階級が変更されてたりしていますよ。あとはガンタンクやガンキャノンが旧世代の MS になってたりとか、かなり違っているんですよ。また当時のスポンサーの希望で入れられていた部分がカットされたり入れ替えられてたりもしてるんですね。ビームジャベリンやガンダムハンマー、コアファイター、Gアーマーなんかですね。コアファイターはガンダムのお腹に入ってなくて、大気圏内でも宇宙でも使える戦闘機扱いで、ガンダムのお腹に入ってるのはもっと小さいコアポットに変わったりしてます。あと足りなかったストーリーや描写の補填もたくさん行われております。キャスバルはいかにしてシャアとなり、アルテイシアはいかにしてセイラになったのかみたいなことや、ランバラルとはモンさんの関係とか、 MS が開発された流れとかたくさんあるんですよ。それはコアナファンにはたまらないよね。他にもテキサスコロニーで戦った先行量産型シャーゲルググがエルメスと共にガンダムの前に再び現れた時には、量産型なのか高機動型なのか、それとも統合整備計画後のものなのかわかりませんが、かなり変わっていたりですね。ラクレロが普通に量産化されていたり、エルメスが MS サイズだったり、ホワイトベース型の船がですね、大量に登場したり、ジムのバリエーションがたくさん出てきたりもしますから。ラクレロの量産はかなり面白いよね。いろいろと変わってますから、オリジンをファーストガンダムに置き換えてしまうと、その後のガンダムシリーズに噛み合わない部分がいろいろと出てくるんですよね。ということは静止ではないってこと？そうですね、パラレルっていう設定ですね。ただジオリジンの方が設定矛盾やファーストでおかしかった設定が修正されておりまして、より理解しやすくなっているのも事実なのです。ファーストガンダムは今見返すとあれっと思う変な描写が結構あるからね。オリジンは安彦さん独自の解釈による補完でもあるので、厳密には富野監督の構想にないとか違う部分があるのです。そしてテレビシリーズとは設定やお話が変わったところも多々あります。 MS のデザインもアニメと違って書き込みをしないと生えないので、モビルスーツなどのメカ類も大河原氏の手によってリファインされているのですよ。もともとはコミックだったからだね。もともとテレビシリーズにおいては後半安彦さんが倒れてしまい、その間に設定されたキャラクターシャリア・ブルとか作画に安彦さんは不満を残してましたから、安彦さんの本来意図する本編が見られる点が見どころってわけね。はい、今回は安彦さんについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。